ベルクラゾーでござる。一向に一位を取れで胸を張ってふるさとへ帰れないでござるけども、これだんだん疲れてくるんでござるよ。しかし忍びたる者忍耐力、負けても修練を積む、それが忍びの掟でござる。さあ行くでござる。さあ行くでござるよ。胸を張ってそろそろ帰りたいところでござるよ。これよし行くぞ。行くぞ。ゴースト分隊こっちから行ってやるでござる。あれが読みがね外れるでござるよね、ああいう時のね。よし、こういう時は今のがいわゆる投げ手裏剣のクイックというかショットみたいな、クイックショットって何でござろうかね。効かんでござる。効いてる、十分効いてるでござる、十分効いてるでござるが、それは甘いでござるよ。人の動きを止める妖術みたいなやつを使うやつがいる。後ろでござった。妖術を使うやつがいる。ちょっと立ってく。拙者の方がここに斜めに突き刺さって、どんな大事故が起きたんじゃろうが、すさまじいものを想像してしまうのを。ここで何がに、とんでもない力によってひねり潰された跡があるでござるよ。消音器じゃない、これを人のを止める妖術のためにこれを用意してきておるでござる。今回はそんなものもう効かんでござる。拙者にはもう効かんでござる。よし、石戸ミスったのを後悔するがいいでござる。ここか、そういうのは特別。あの前が見えぬでござるよ、あれは。あの奴がまた真っ白いやつでな、生白い肌しとってちょっと見えづらいでござるよね、ああいうの。誰でござろう、ここに。あたたく、こういう雑な立ち回りは良くないでござるよ。ああ。敵のオラクルだ。要警戒。敵のサット君を発見。上でござるか。違ったでござる？なんか痛いような気がしたでござるが、あちらがやけでござるか。やはりちょっと待って、あれが当たらんでござるわ。3連続、これはいいぞ、今のはいいぞ。ユーンのサットコムが起動。こういうことでござる。どんどん敵のサットコムを発見。どんどん拙者の
拙者のターンが来たでござるな、とうとう。サットコムが破壊された。で、拙者の伝承バトル。やってくれたな、この白装束。白い男。いるでござるな。消音器つけた何者かがいるでござるな。向こう側に行かせてもらうでござるよ。ちょっと2倍の差がついておるでござるが、ちょっとバリスティックベストを破壊された。何なんかもうどっちに行っていいやら。よし、当たったでござる、この白装束。よしよし、敵のサットコムを発見。向こう側でござったか。読み間違えたでござる。上でござろうか。返してもらうでござる。返してもらってから、こういうことでござる。そういうことでござる。いや、ドラマがあるぞ。今回ドラマがあるでござるよ。これ負けてるけど、先読みでござる。いやーね、いい音が、顔面が骨折したいい音が聞こえてきたでござるな。下から行くでござる。相変わらず2倍の差が ついておる がのこれ。こちら側から行くでござるよ。あっ死体でござるか。間違いやすいでござる。あー、どこにもかしこいも。こちらから行くでござる。よっ、あー、せめて犬をやりたかったでござる。なんかいいぞ。なんか調子いいのか悪いのかよくわからんでござるが、敵が強すぎるためなかなかうまくいかんでござるよ。最後は相手のつま先に頭をもだれながら死んだでござる。犬も見ておるでござる。頑張った方じゃないでござろうが、これ。結構いい投げナイフが2回ほどあったんでござるよ。成績としてはね、非常に微妙なところでござるんだけども、ちょっと拙者は興奮しておるでござる、これ。上げていくでござるよ。ニンニンってお疲れ様でござった。ベルクラドでございました。またのご視聴よろしくお願いするでござる。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから、もしくは画面下のチャンネル登録ボタンから、携帯機器スマホなどの方も画面下の登録ボタンからどうぞよろしくお願いします。